はい、こんばんは。1月13日金曜日です。午後10時31分を回りました。4語頻語の夜第377回、今夜もどうぞよろしくお願いします。はい、昨日、この放送をお伝えしようかなと思ったんですけど、いつの間にか、眠ってました。やはり徹夜は、大変ですね。もう体力がないというか、もう眠ってしまってちょっとダメでした。昨日の朝午前5時51分、打ち上げのロケットから宇宙花火が見れるということで行ったんですが、残念でしたね。肉眼でパッと見たんですけど、あれはちょうどうちの裏から上がっていくロケットの噴射だったかなと思うんですけど、その後割とね、水平線から近い位置にリチウムを放出して、まあ、空が赤くなって花火のように見えるというような現象が、3回ほど見えますよということだったんですが、あいにく、水平線の近辺には雲がかかっていて、しかも特殊なフィルターを使わないと今回は見えないということでしたね。ほとんど肉眼では見えないという状況でした。まあ残念かなと思うんですけど、まあ、こればかりもしょうがないんでね、まあ、現場に行って、まあ、ロケットの上がっていく、出していく噴射の様子を見ることができたので、まあそれは良かったのかなと。でも、何十秒かな、数十秒かな、バーンって上がっていく奇跡を見ることができたんで、まあ、その後、残念でしたね。まあ、いいです。5月21日、今度は金環日食、金環食が、午前7時過ぎぐらいから、見れますんでね、今度はきっちりと金環食の様子を、ビデオに収めたいと思います。はい、ということで、今日は居場所というタイトルでお話をしようかなというふうに、まあ、思っているんですが、何のことかというと、今年に入ってから、私のところに何本かお電話が入ったり、情報を知ったりしているんですけれど、宮崎市の高松橋という橋の北側に、ちょっとした河川敷の公園があるんですね。芝生の公園になっていて、グランドゴルフとかできます。この前、ひまわりという映画で、堺雅人さんが主演で、市内で起きた、犬の親子の話、それを映画にするということで、ロケも行われたんですけど、そこの、芝生広場、芝生の公園の、南側の方に、やはり河川敷なんですけれど、バスケットボールができたり、まあ、地面をラバー張りにして、ちょっとした、スケートボードができるような、場所があるんですね。そこで若い方々が、スケートボードやってるよ。確か祇園の方にストリートスポーツセンターがあるから、なんであそこでやらんとかねって、元根さん知ってますかという情報が電話であったんで、いや知らんかったということで、先週の、ちょっと待ってください、あ、すいません、先週の3連休の前の日にと電話があったんで、まあ、現場に行こうと思って行ったんですね。高松橋の北側のバスケットボールのコートがあったりする横の、広場で、まあ、
スケートボードをやってる方々がいらっしゃったんでね、まあ、お話を聞いたら、やはりその祇園ストリートスポーツセンタースポーツパークとの絡みがあったみたいで、まあ、あそこはなんていうかすごいパンクってこうってパンクがあったり、本当もスケボー関係の、大会ができるようなきちっとした設備があるスポーツパークなんですね。そこはもう4年前、2008年の5月にオープンして、当初は特に大きなルールもなかったんですが、いわゆるバンクとかね、結構大きな、設備があるんで、ヘルメットを着用してくれっていうことになったんですね。でそこでまあ、なんというか、スポーツ系というか、もう実際大会に参加したり、まあ、プロを目指している、選手の中に混じって、いわゆるファッション系でスケボーをやってる連中もいるんですね。その方々、が、まあ、ヘルメットを着用しないということで、まあ、そのスポーツパークでのルール、マナーが守られてないということで、何度か夜間使用禁止になったんですね。今年も夜間使用禁止になっていて、去年も夜間使用禁止になっていて、今年の1月4日にやっと夜間使用が再開されたっていうところなんですが、この前ちょこっと様子見に行ったら、ほとんど、というか、まあ、ヘルメットを着用して、使っていたんですけれど、まあ、なんというか、子供さんとかね、家族連れで来ているところで、見ている分には問題ないんだけれど、まあ、お父さんか、お兄ちゃんか分かりませんけど、そのスケートボードをやってるそばに行って様子を見ていると、まあ、あれヘルメットがないと危ないよなっていうところもあったんですけど、まあ、見学者にまで、まあ、ヘルメットを義務付けるっていう必要はないと思うんだけれど、まあ、安全防止をね、事故防止を徹底するんだったらどうなんだろうかなと思ったんですね。まあ、そこで、まあ、なんというか、なかなかそのヘルメットを着用するまでのものではないと、まあ、ファッション系でやってる皆さんはまたすごい技を持ってるわけではなく、ただ遊びというかね、ファッション系でやっているということで、まあ、なかなか祇園ストリートスポーツパークで、練習することができないなということで、まあ、その高松橋の下の公園でやってるということなんですね。話を聞いたら、まあ、そういったことで、まあ、半ば祇園から離れて、自分たちで場所を探そうということで、まあそこの公園に行った。まあ、電話の内容というのが、まあそこでやってもいいのかということと、まあ、事故があった場合に誰が責任を取るのかというような内容があったもんですから、その内容を、まあ、実際、市の方に今日かな、お電話をして確認しました。ただ、会が違うと対応も全く違うんですね。祇園ストリートスポーツパークを担当しているのが文化スポーツ課なんですよ。まず文化スポーツ課の方にお電話をして話を聞きましたら、まあ、どんな場所でもあっても、スケボーとか、そういった、スポーツをやる場合には、市が設置した場所であれば、まあ、どこでも、まあ、ヘルメットを着用をお願いしたいと、まず一般の公園であろうがね、どこであろうがヘルメットの着用をお願いしたい、まあ、市が設置した公園であればそうお願いしたいんですよねということなんですよ。でもなんというか公園でやってる練習やってるということでね、まあ厳しく言っちゃったら、どこでそのファッション系の皆さんが練習できるのか、また街中のね、歩道で練習すると、まあ、今度は道路交通法の問題がかかってくるんですよね。締め出すのはいいんですけれど、でもどこで行ったら練習するのかっていう場所がどん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 消えていっちゃう。まあ悪く言えば、また街の方に戻ってきて、高千穂通りとか、デパート前の歩道でやっちゃうということになっちゃうんですよね。
と今度はですね、その公園を管轄している、公園緑地課に話を聞いたんですよ。で、文化スポーツ課では、市が設置している全ての公園ではヘルメットを着用でお願いしたいんですよね。で、公園緑地課の方では公園で、河川敷の公園で、スケートボードをやることはどう対応してますかって言ったら、禁止はしてませんと。ちょっと待ってください。すいません。公園緑地課の方では特に公園での、スケートボードに関しては、そこの、高松橋の河川敷の公園では特に禁止はしてませんということでした。まあ、怪我をした場合にどう責任を取るのかといった場合に、いや、公園緑地課の方では公園を、設置してますけれど、事故はもう自己責任でお願いしてますと。怪我した場合には、もう自己責任でいいんじゃないでしょうかということで、特にヘルメットの着用も、義務化とかしてませんという話で、文化スポーツ課の方では、市が設置した、場所であれば、まあ、どこでも、まあ、ヘルメットを被ってくれ、なこと言ってますよ。って言ったら、いや、公園緑地課はそこまではお願いしておりませんので、使えますよということで、まあ、実際、公園緑地課の方に、現場に来てもらって、まあ、僕も現場に行ったんですが、まあ皆さん一生懸命、練習をされてました。まあ、その様子を見ながら、その、スケートボードの担当の方とですね、主の方がお話をしていた中で、特にね、問題はないですと。で、自分に出してね、きれいに清掃したり、ゴミを拾ったりね、あと、きれいにすれば、特に問題ないと思いますと。まあ、自己管理で、怪我した場合にも、自分に出して責任を取ると言ってますんで、まあ、特に問題ないです、ということになりました。だから、なんていうか、市によって、課によって、全然対応が、ちょっと待ってください。すいません。全然対応が違う。まあ違ってよかったかなと思うんですね。まあ、使い分けというか、まあ祇園のストリートスポーツパークの方は、いわゆる、ね、大会を目指す、まあ、選手の皆さんが練習をする場。で、大淀川の高松橋の河川敷の公園は、ファッション系の皆さんが練習をする場っていうふうにして、住み分けができるのかなと思うんですよね。市の方も一旦、公園緑地課の方も言ってましたけれど、これ以上、市に出すと、彼らがどこで練習するのか分かりませんし、また歩道で練習すると今度は、道路交通法の問題もありますからね、っていうようなことを言ってましたんで、逆に公園課の方は、どんどん公園を使ってくれと。そのために、まあ、地面をラバー張りにしているので、特にここでスケートボードやローラースケートをやってはいけないということは決めてません。ということで、まあ、ファッション系の皆さんも、ちょっと安心したようでは、ございました。まあ、いわゆる居場所っていうかね、まあ、少子高齢化で若い人がどん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 減っていく中でね、まあ、なんというか、その若者の居場所、若者のスポーツを認めるという寛容な態度というのも必要なのかなという気はしますし、ある高齢者、年配の方がですね、若者のスポーツをもっと理解してもらう。そのためには、まあ、コミュニケーションを取る必要もあるのかなと思うんですよね。昔もそうですね、サーファーがサーフィンやっていて、まあ、それを、地元の方がサーファーが来ると、街が悪くなるというようなことも昔は言われてましたけど、まあ、ある
サーファーがサーフィン終わった後に海岸の清掃を始めた。そのことによっていろんな、サーファーの皆さんも自主的に、清掃活動を行って、そのうち地域の方も一緒になって清掃活動を始めて、まあ地域とサーファーの皆さんとの理解が深まって、もうサーフィンの、理解度ができてね、まあ、今ではいろんな大会が催されてということで、まあ、あのサーフィンで街づくりを進めているという地域も県内ではありますんでね、まあ、そういった形で、まあ、地域ぐるみで若者のスポーツを応援しようとか、と理解していこうとかっていうようなこともね、大事じゃないかなというところですよね。そんで今回の公園緑地課の皆さんの対応は良かったかなというふうに思っているところです。まあ、あのなんで縦割りで文化スポーツ課はあんなふうに言ったのかなというところなんですよね。まあ、文化スポーツ課がそこの河川敷の公園を管理していれば、そのような発言もすると思うんですけど、公園緑地課ということで担当が違ってたというところが、まあ、今回良かったのかなというところですね。ただ、これで街中で歩道でやっている他のファッション系の皆さんが減るのかといった場合に、まあどうなのかなと、個人的にやってる人はいると思うんですよね。そういった方々も河川敷に練習やればということをね、案内するとか、していかないと、ほな街中は事故につながっていく、自分だけがなく歩行者とかを、巻き込むっていう恐れもあるんで、今度は県警さんとの関係になってくるんですよね。だからそうなってくると結構問題があるんでね、まあ思う存分練習したいんだったら高松バスの河川敷の公園で練習しませんかということをご案内していく必要があるのかなというふうに思いました。まあ祇園スポーツや祇園ストリートスポーツパークとの関連というかね、まあマナーの問題というかね、それは今後減っていくのかな。まあ、ファッション系の皆さんは河川敷の公園でということで、まあ、昼間から練習やって、あそこの公園は夜間照明がないので、夕方6時前にはもう帰ります。6時ってもう暗いんですけれど、まあ、日没になったらもう帰りますということをお話をしていました。その後、彼らがどこに行くのか分かりませんけれど、とりあえず公園ではルール守ってやってきますのでということで、まあ、公園緑地課の方も、納得されておりました。そういったことでね、何もかも禁止、ダメダメ、どっか行けというようなことでは、今後大変なのかなという気もしますんでね、お互い話し合って、理解し合って、というところが大事になるのかなというところですね。はい、ということで、まあ、うまく住み分けができるといいですね。と僕も今後、公園の様子、また祇園のスポーツパークの様子を、まあ、見ていきたいと思います。ちょっとね、風邪気味っていうか、久しぶりに鼻が出てるんで、ちょっと申し訳ありません。はい、ということでね、いろんな細かな問題がいっぱいございます。なんで僕に電話があるのかなって気もしますけれど、まあ情報が入ってくるんでね、まあもうよろずやということで、いろんなことがうまい方向に行けばいいのかなという気がしますんでね、まあ、これからも大きなトラブル、ちっちゃなトラブル、なんかあったらいい方向に解決できるように、まあ、お手伝いをしていきたいなというふうに思っております。あれ、ちょっと待ってください。
ということで、今夜の四五品五な夜、居場所ということでお話をしてきました。今ね、昨日この前紹介した新しいハイビジョンカメラを使って、Android 端末用のアプリの動画を作ってますんでね、先ほど1本、アップしました。またこれからあと何本かアップしますので、またどうぞご覧ください。ということで、今夜の四五品五の夜、そろそろ、終わりにしたいと思います。まあ、明日土曜日なんですけれど、また同じ時間帯に放送しますので、もしよろしかったらご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃあ、失礼します。